皆さん、みんなの日本語クラスへようこそ。今日も一緒に頑張りましょうね。皆さん、こんにちは。今日は第11課の会話を勉強しますね。今天我们要来学习第11课的绘画了。皆さんは日本語を1ヶ月ぐらい勉強しましたね。どうですか？もう日本語の勉強に慣れましたか？大家学习日语已经有一个多月了。有没有习惯日语的学习呢？有没有产生一种学习的惯性呢？学语言贵在坚持，要每天接触才不会生疏哦。咱们的第一册还剩下14课的内容要学习。さあ、引き続き頑張ってくださいね。では、授業に入る前に、ちょっと練習しましょう。做两道题、回顾一下上节课的内容。ララ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 ラ。なんだかいいこと起こりそう。それでは授業に入ります。咱们开始上课喽。首先是绘画表达的学习。第一句，いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。注意，ら后面有一个小促音。这句话的意思是欢迎光临，是迎接来宾、顾客时使用的寒暄语，一般可以在饭店啦、美容院之类的地方听到。我们以前在桑托斯夫妇去山田家做客的那个绘画场景中还接触过一句いらっしゃい，也是欢迎的意思，但是呢会比较随意一些，不像我们今天学的这句如此郑重。好，我们接下来看第二句，いいお天気ですね。いいお天気ですね。いいお天気ですね。其中的哦是可以省略的，意思是真是个好天气啊。这句也是属于寒暄语，日本人在见面打完招呼以后，如果一时没有什么话好讲了，就会谈论一下天气什么的。像我们之前的外教呢，每天都会以这句いいお天気ですね来开始一天的课程，现在想想还真是有点怀念。好，我们再来看下一句话，您出门啊，お出かけですか？お出かけですか？お出かけですか？如果你在出门的时候呢，被邻居或者是房东看见的话，八成他们会跟你说这句话，其实也是随便寒暄一下而已。这个时候你就可以这样回答：ええ、ちょっとそこまで。意思是，我就出去一下。这样的回答呢，可以不透露自己的行踪。那如果你愿意告诉他们你要去哪儿的话，就把そこ改成你要去的地方，比如ちょっと郵便局まで，稍微去一下邮局，ちょっとコンビニまで，稍微去一下便利店。这时啊，又会出现一组固定的寒暄表达，自己出门时要说的行ってまいります、行ってまいります、行ってまいります。那我走了，和送别人出门时使用的いっていらっしゃい、いっていらっしゃい、いっていらっしゃい。请走好，慢走。这两个说法还都是比较郑重一些，如果要更随意呢，可以说我出门啦，いってきます，和慢走啊，いってらっしゃい。在一般家庭里都会使用后者这种随意些的说法。这两句相对的寒暄语使用时是不分先后的，可以先说行ってきます，也可以等对方说了行ってらっしゃい以后再说行ってきます，都是很自然的。那这是出门时的寒暄语，大家还记得回家时的寒暄语吗？我回来了怎么说？ただいま。有的时候打不出日文啊，老师也会用中文打成ただいま，虽然有点恶搞，不过发音还是真的很相似呢。还有和ただいま相对应的迎接别人回家的寒暄语是おかえり，或者
お帰りなさい，对吧？叶子老师以前有个不会日语的室友，但是他有几句日语说得特别溜，一句是おはよう，早，一句是おやすみ，晚安，一句是そうですか，是吗？另外就是ただいま和おかえり。因为这些话我都会每天每天跟他说，说着说着他也就会说了。如果你也有一个室友的话，不妨也教他几句日常寒暄的日语，这样你们俩就可以每天用日语很 happy 的打招呼啦，可以试一下哦。好，接下来的单词是それから、それから、それから，意思是还有什么什么，另外什么什么。其实我们以前学过它的一个意思是强调时间先后顺序的然后。好，最后再补充一个单词，澳大利亚，オーストラリア，オーストラリア，オーストラリア。说到澳大利亚就想起它的标志性动物袋鼠了，袋鼠的日语叫做カンガルー，カンガルー，カンガルー。我有一个蛮喜欢的日本综艺节目叫做志村動物園，志村动物园，是一档关于动物相关的综艺节目，非常的有趣，而且呢还能从中学到很多动物的说法。比如里面有一只很搞笑会打拳击的カンガルー，老是拿主持人艾巴桑当靶子练拳。有兴趣的同学课余可以看一下这个轻松搞笑的综艺节目哦。好，绘画的表达就学习到这里咯。接下来我们一起来学习绘画正文。今天的绘画题目是これお願いします，这个请帮我办一下，讲的是来自中国的留学生小王去邮局寄包裹的过程。大家看视频的时候思考一下，小王这次去邮局寄东西一共花了多少钱呢？好，我们一起来看视频。いい天気ですね。お出かけですか？ええ、ちょっと郵便局まで。そうですか。行っていらっしゃい。行ってまいります。これ。速達でお願いします。はい、オーストラリアですね。370円です。それからこの荷物もお願いします。船便ですか、航空便ですか？船便はいくらですか？500円です。どのくらいかかりますか？1ヶ月ぐらいです。じゃあ船便でお願いします。ありがとうございました。OK, 大家算出来了吗？一共花了多少钱？寄信是370円，寄包裹是500円，全部で870円ですね。加起来应该是870日元，你算对了吗？ Yes, 我们来分析一下这段对话。小王一大早出门，先是碰到了小区管理员，老人家看上去很精神，寒暄道いい天気ですね。お出かけですか？天气真好啊，你要出门吗？小王答道ええ、ちょっと郵便局まで。去一趟邮局。这个ちょっと什么什么まで的句式大家要学会使用哦。接下来管理员爷爷和蔼地应道そうですか、行っていらっしゃい，是吗？那你慢走啊。小王回道行ってまいります，那我走了。这段对话乍一看没有什么营养，都是些日常的寒暄，不过这种没有太多实质内容的寒暄语是日常生活的重要组成，也是人际关系的润滑剂，所以啊，寒暄语咱们可不能小看了。
不懂得和日本人寒暄，可是很难融入他们的圈子的哦。好，我们来看第二段。小王来到了邮局，先是把一封信交给了业务员。これ、速達でお願いします。我们先来看速達で这个部分。で，我们以前学过，它表示工具、手段、方法，对吧？那这里呢，就是表示以会计的方式，用会计这种手段。用会计怎么样呢？寄出去，对吧？但是这句话里并没有出现寄啦、送啦这种动词，而是直接加上了表示请求的お願いします。好，大家可以记住一下，在请求别人做某事的时候，在动词呢比较明显的情况下，可以省略掉动词，换成お願いします。你人在邮局了，信都拿出来说要办会计了，那寄这个动词呢不说，大家也都很明白，所以请用会计帮我寄这个，用日语只要说これ速達でお願いします就可以了。这种用法其实在绘画中非常的普遍，我们可以回想一下，曾经我们学过往茶号台打电话的场景，其中有一句台词是大和美術館の電話番号お願いします，请帮我查一下大和美术馆的电话号码。大家有没有发现查这个动词也是省略掉了的，因为你打电话给查号台当然是来查号码的，总不可能是来做心理咨询的吧。所以啊，查这个动词非常的明显，不用说出来也没有关系。这种情况下就可以把动词的部分换成表示请求的お願いします。在本段绘画的最后，小王说道じゃあ船便でお願いします，那么请帮我用船运的方式来寄。这里呢也是同样省略掉了动词。好，大家以后在看日剧啦动漫的时候，如果是看到这样的表达，不妨留意一下。 Yes， 我们回到绘画当中，小王把信交给业务员，表示要寄会计。业务员看了一下信封，确认了一下收件地址，说道オーストラリアですね、370円です。要寄到澳大利亚是吧，邮费是370日元。小王接着把包裹拿上前说それからこの荷物もお願いします、另外这个包裹也请帮我寄一下。それから意思是还有，另外表示追加某样东西。那么后面的这句话同样是老师刚刚讲到的在表示请求时省略动词的表达方式。业务员问道船便ですか、航空便ですか，您是要船运呢还是要空运呢？什么什么ですか什么什么ですか，表示让对方二选一。小王看来是第一次寄包裹，于是问道船便はいくらですか，船运要多少钱。答500円です、500日元。再问どのくらいかかりますか，出现了本科最实用的一句话，要花多少时间。答一ヶ月ぐらいです、一个月左右。最后小王决定じゃあ船便でお願いします、那么请帮我用船运寄。其实最后我很想吐槽啊，寄信明明要寄快件，好像很急的样子，怎么船运要花一个月他又没关系了呢？还以为最后他会说じゃあ航空便でお願いします。哎，小王的心思真是让人猜不透啊。 Yes，接下来呢，大家跟着老师来熟读一下这个对话吧。いい天気ですね。お出かけですか？ええ、ちょっと郵便局まで。そうですか。行っていらっしゃい。行ってまいります。これ、速達でお願いします。はい、オーストラリアですね。370円です。それから、この荷物もお願いします。船便ですか？航空便ですか？船便はいくらですか？500円です。どのくらいかかりますか？1ヶ月ぐらいです。じゃあ船便でお願いします。
ただいま。1、行ってらっしゃい。2、お帰りなさい。3、おやすみなさい。よし、今天的拓展知识我们来了解点什么呢？今日のテーマはメニューです。メニュー就是菜单的意思。我们一起来认识一下日本饭店的菜单里经常出现的菜式吧。さあ一緒に読みましょう。一起来读一下。メニュー、定食、ランチ、天丼、親子丼、牛丼、焼肉、野菜炒め、漬物、味噌汁、おにぎり、天ぷら、寿司、うどん、そば、ラーメン、焼きそば、お好み焼き、カレーライス、ハンバーグ、コロッケ、エビフライ、フライドチキン、サラダ、スープ、スパゲッティ、ピザ、ハンバーガー、サンドイッチ、トースト、コーヒー、紅茶、ココア、ジュース、コーラ。先生、こんにちは。こんにちは。先生は料理が好きですか？はい、好きですが、でもあまり上手じゃありません。どうしましたか？唉、事情是这样的，最近啊我迷上了コロッケ，然后呢昨天就照着网上的菜谱试着自己做了一下，结果做出来的难吃不说，还把手指给烫伤了。唉，もう最悪。怪我は大丈夫ですか？ええ、今はもう大丈夫です。でもとても悔しいです。我好不甘心啊。ヨコ先生はいつも自分で料理を作りますか？いいえ、1週間に 2,3 回ぐらい。まだ初心者ですからね。如果每天吃自己做的东西啊，我一定会营养不良的。那不自己做饭的时候，我就去食堂食堂吃，要不然呢就去便利店买お弁当或者是おにぎり之类的解决了。そうですか。ヨコ先生はおにぎりが好きですか？ええ、好きですよ。よく食べます。じゃあ作り方教えてあげましょう。那我来教你饭团的做法怎么样？ええ、ヨコ先生はおにぎりの作り方知ってますか？素敵。ぜひ教えてください。いいですよ。接下来我要教叶子老师做饭团了，大家也可以一起来学习哦。では始めます。まず炊き上がったご飯と塩水を用意します。はい、どのぐらいの塩を水に入れますか？ちょっとだけで大丈夫です。ああ、ちょっとだけですね。はい、わかりました。そして適度に塩水で手を濡らしてご飯を握り始めます。はい。コツはありますか？有没有什么窍门？大きく握らず小さく握ったおにぎりの方が美味しいですよ。ポイントは力を入れすぎないことです。握りすぎたおにぎりは硬くなってあまり美味しくありませんから。そうですか。要轻轻的捏出来的才好吃。我明白了。気をつけます。はい、あとはポイントを注意しながら三角に握っていけば完成です。はい。三角形じゃなくてもいいですか？いいですよ。丸いおにぎりでも美味しいです。じゃあおにぎりの中に好きな食べ物を入れてもいいですか？可以在饭团里面加入自己喜欢的食材吗？もちろんです。好きな具を入れてください。はい、できました。簡単ですね。料理が下手な私でもできますね。できます。皆さんも作ってみましょう。大家可否也试着做一做看吧。よし、最后是复习环节。
本课的重点知识都会在复习环节给大家重新梳理一遍哦，这是查漏补缺的最好时机，所以大家也不能懈怠了。さあ、始めましょう。まずは単語です。一緒に読みましょう。います。子供がいます。います。日本にいます。かかります。休みます。会社を休みます。一つ。二つ。三つ。四つ。五つ。六つ。七つ。八つ。九つ。と。いくつ。一人。二人、人、大、毎、会、リンゴ、みかん、サンドイッチ、カレー、カレーライス、アイスクリーム、切手、はがき、封筒、速達、書き留め、エアメール、航空便、船便、両親、兄弟、兄、お兄さん、姉、お姉さん、弟、弟さん、妹、妹さん、外国、時間、週間、か月、年、ぐらい、どのくらい、全部で、みんな、だけ、いらっしゃいませ。いいお天気ですね。いい天気ですね。お出かけですか？ちょっとまで。行っていらっしゃい。行ってまいります。それから。好、接下来是语法部分的总结。一、数量词，日语中有非常丰富的数量词，大家以后会慢慢接触到。本课我们主要学习了怎么样数东西。数东西的时候，十个以内是从一つ、二つ一直数到と。十个以上可以用数字加上量词こ。比如十一个、十一個，十二个、十二個。另外，这个系列的数量词还可以在数东西的时候表示第一、第二、第三等等等等，以此类推。二、数量词可以做状语，直接修饰谓语。如果谓语是动词的话呢，就可以直接放在动词的前面了。比如，リンゴ四つ買いました。不过，如果是表示时间长度的数量词，则不像一般的数量词需要紧贴在动词之前。它的位置啊要比较灵活一些，可以放在整个动宾短语的前面。三，用一つ、二つ这种数个数的词来数的物品呢，提问的时候要使用いくつ这个疑问词。比如，みかんをいくつ買いましたか？八つ買いました。带量词的数字要用何来询问。比如，このクラスに男の学生が何人いますか？咱们班上有几个男同学呢？询问时间长度的话，使用どのくらい这个疑问表达。比如，日本語をどのくらい勉強しましたか？日语学了多久了？一ヶ月ぐらい勉強しました。ぐらい接在时间长度等数量词的后面，表示大约什么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 左右。四。你
表示比例分配的基准，数量词加に加数量词表示每什么什么。比如一ヶ月に二回映画を見ます，一个月看两次电影。五体验加だけ表示指什么什么，只有什么什么。体验是日语中名词、数词包括数量词、代词的统称。比如タワー電機に外国人の社員が一人だけいます。休みは日曜日だけです。好，复习就到这里，你都学会了吗？啦啦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 ，なんだかいいこと起こりそう。最后来听一听这首歌吧，来自 Yusuke 的全部好き，全部都喜欢。这首歌的歌词里会出现从一つ到と，从第一个到第十个的数法哦。如果你记不住这个数数的日语的话，就把这首歌听到烂熟吧，对记忆一定是有帮助的。では聞きましょう。全部好き。いきなりですが、あなたのいいとこを十個言わせてください。一つ嘘も隠しきれず、顔に出るから癒される。二つ大丈夫だよとささやく声に、なんとかなるって気がする。三つ頑固なくせに最後は謝るから吹き出す。四つ超え友達のことを話す。笑顔に愛しさまず。五つただそこに。美味しい料理喜ぶ顔で僕また太る。七つ涙もろい素直な姿、心掴まれ手を伸ばす。やくさりげない気遣いが誇らしくなる。ここの先を見据える、あなたしが尊敬できて刺激的。